ふたこい9回目。ふたこいをしてる夢を見たよ。もうね、夢の中まで。お、第4話、桜月姉妹のお見舞い。第4話入りましたね、ここで。お見舞い？お見舞いってことはやっぱりあの時の風フラグはまだ生きてるんだ。なんかくしゃみしてたもんね。キラちゃん、ユラちゃん、おはようございます。こんにちは。あ、こんにちは。はい、何を見てるの？あの時の写真よ。あ、ホワイトタイガー、動物園で撮った私たちと赤ちゃんライオンの。そうだ、ライオンね。はいはいはい、動物園行きましたもんね。もしかしていつも学校に持ってきてたの？うん、だって可愛いだもんね、ユラちゃん。って言っているこの子たちが可愛いけどね。それに、それに大切なお守りだもん。お守りになっちゃってんだ、ライオン。ライオンの写真が、あのね、ホワイトライオンを抱くと願いが叶うんだって。それは本当のあれ話なのかな。すごいね、そりゃプレミアムチケットになるわ。ホワイトライオンを抱くと願いが叶う、知らなかったよ。うん、でもだったら僕の願いも叶うのかな。あ、残念。ちょっと無理かも。なんでやねんなんでやねんだね。無理？なんで？ごめんね、ご利益があるの女の子だけなんだって。そりゃまたなんとも都合のいいホワイトライオンだことで。そうなんだ。でも珍しいもんね、ホワイトライオンでね。ん？でも別にいっか、僕の願いなんてもうほとんど叶ってるみたいなもんだしね。なんかこの心の中で何を考えてるんだこの主人公は。でも確かにこれだけ多くの双子たちから愛されりゃあな。え？叶ったの？叶ってるようなもんだよね。いや、独り言、独り言聞きたいな。え？お願い。お願いにハートマークつけちゃったよ。お願いまたつけちゃったよ。教えて。いやいやいや、そんな甘えた声で言われた。お願いいや、一人なら耐えれた。二人同時に言われたらもう言っちゃうよね。わかったよ。スーハー、僕の願いはこうしてキラちゃん、ユラちゃんと。あ、ごめん、やっぱ無理だめ、恥ずかしくてなんかこの言えない感じが童貞感丸出しでいいですね、これは笑われてる鼻で笑われてんじゃない。ユラちゃん、やっぱりご利益あったみたい。ということはやっぱりキラちゃん、ユラちゃんがね、お願いしたことというのは言わずもがなというか、そういうことなんでしょうね。ううん、なんでもないの。かわいいな、ないしょ。そんな教えてよね、キラちゃん、ユラちゃん。笑われとるな、鼻で笑われとるな、ふたこい。はい、笑われるのも快感だね。え、あ、もう終わり今日。あ、早かったね、今日の一日は。テンポよく行きましたけども。それじゃあ今回はここまでで。というわけにもいかないよね。まだ5分も経ってないよね。それじゃあ、とりあえず今日はおやすみなさい。5月8日、木曜日。こーら、いつまで寝ているの？宮城さんに起こされるのか。まったくもう。寝坊さんなんだから、ね、いつもいつも。ほら起きなさい、朝よ、遅刻しちゃうわよもう朝から起きなきゃ。やれやれ、やっと起きた。お、視界がぼやけたね。ん？なんか珍しい BGM かかってるな。なーに、どうしたの？早く布団から出てらっしゃい。うん、あれ、視界がおかしいぞ、この主人公。ついに変になっちゃったかな双子に愛されすぎて変になっちゃった。はは、私がいたんじゃ布団から出られない理由でもあるのかな何言ってんだよ、この思春期の男の子の前で。確かにね、朝はいろいろあるんだよ、男の子はあるわけ。ああ、ありますね、これは。ん？ちょっと大丈夫？ああ、これやっぱ風邪ひいてるんだ。
おかしいな、天井がぐるぐる回ってる。腕にもさっぱり力が。大変、熱のあるじゃない。あらあら、風邪かしら。大変だこりゃ、うん、ね、今日はそのまま寝てなさい。学校には私から連絡しておくわ。天井殿ってね。きっとあいつなら言うだろうな。名前出てこなくなっちゃった。あの男なら。布団かけるわよ。うん、ありがとう宮城さん。学校休みしちゃったね。でも休みしたってことはもしかしたら来てくれるのかな。第4話のタイトルが桜月姉妹のお見舞いですからね。うわぁ、びっくりした。宮城さんまで2人になっちゃったから。ぼやけてんな。あら、起きてたの。ちょうどよかった。宮城さん、具合はどう。よくわからないけど、釣り物になち一眠りしたせいか朝よりずっと楽になったみたいです。そう、よかった。それじゃあ。うん。あ、お兄ちゃん。あ、ルルちゃん、ララちゃん。いた。いたって、ずっといたよ。なんかいいな、このアングル。ルルララ。ルルたちはどうして家にいるんだ。学校は？今日は学校半分だったの。半分。ああ、この子たち今日は午前中だけで帰ってきたの。学校の行事なんだって。ああ、そういうことね。昔土曜日はね、なんか3時間目、4時間目ぐらいまでしかなかった記憶がありますけど。お兄ちゃん、大丈夫？やばい、世代がバレちゃう。はい。辛い？暑い？こらこら。いやでもあんまりうるさくしないの。素敵なひなぎき系に囲まれたらね、ますます熱が上がっちゃうぜ。悪いね、ルルルニララ。だから今日はちょっと静かに。わかった。それじゃあルーが看護婦さんになるね。静かにしろっつってんだ。看護婦さんになっちゃうの。ならも看護婦さんになるよ。ならもじゃないんだよ。静かにしろっつってんだ。だから今ママ熱あっから、ママたちもお兄ちゃんにご飯食べさせてあげる。いやふうふうしてあげるね。あ、それは素晴らしいな。あまり耳元で大声を出されると頭が。宮城さん、ああずるいわね。ルルもララも。乗るのかよ。止めろよ。それじゃあママは何をしてあげたらいいの。ママママはね、ママにはね、ママは何、うん、じゃあお医者さんは。あ、完全に罪悪を入れられちゃいますねこれは。この私がお医者さん。このお医者さんはいやらしいよ。それでは早速診察しちゃおっかな。あ、いや、それではルル君、ララ君、うん、君たちは病室を出てくれるかな。でもやっぱうまいね、みやびさん。さすがお母さんなんだけ、扱い方がルルちゃんララちゃんの。乗っておいてあえて2人を出すっていう、どうして。高等技術ですねこれは。さすが双子慣れしておりますね。実はお兄ちゃん、お薬やお注射がとっても苦手なの、うん、お薬が飲めなくて泣いちゃったり、お注射が怖くて悲鳴を上げちゃったり。情けない。そんな情けない姿を愛するあなたたちに見られたくないの。わかるでしょ、うん、もういいですそれで。うん、わかった。じゃあルーたち向こうに行ってる、うんうん、また後でねお兄ちゃん、頑張ってね。お注射されちゃうからね、宮城さんにね。さてと、ようやく静かになったかな。それじゃあ。それじゃあ、え、近づいてきたよ。何。いやね、本気にしたの。遊び、もて遊ばれてるな。おかゆ持ってきたのよ。あ、おかゆ。これだったら食べられるでしょ。 ありがとうございます。すいません、わざわざ。あ、いいのよ、あなたはそのままで。え、もしかして、うん、そう、そうやって普通に寝てていいからね。おい、よせよ。はい、あー始まっちゃうよ。あーんって、なんでハートマークつけんだそこで。俺もいいですよ、そんな従業人じゃないんですから。とととほらご覧なさい。いいのよ、遠慮しないで。みやびさんがあーをしてくれるって。こんな時だけの特権ですもの、うん、うんと甘えてちょうだいね。なんですか、いわゆるバブみを感じるってやつですか。ママーですよね、はい、あー、ママー、 Just kill the man。 それクイーンだ、ボヘミアンラプソディだ。おいしい、すごいなこのイベント。おいしいです。
よかった。ルルたちには私からよく言い聞かせておくから、はい、あなたは今日一日ゆっくり寝ててちょうだい。それじゃあもう一回。あーん、やらしい。やっぱこの人がな、あれだな、黒幕だな。みやびさん、はあ、あんてすごいな、みやびさん。いやでもね、桜月姉妹がお見舞いに来てくれるのかなと思ったんだけど、みやびさんに看病されてしまいました。日が落ちた、もう夕方。そうか、僕みやびさんにおかゆを食べさせてもらって、その後ずっと寝てた。なんか入ってたんじゃねえの、おかゆに。こっそーり、こっそーり出てきたね、今。ルルちゃん、ララちゃん。うん。ルルララ。ごめんね、お兄ちゃん。起こしちゃった。だから静かに入ってきたんだ。面白かったね、今の動き。ちょうど起きたところ、どうしたんだい、びっくりするじゃないか。みやびさんは？お買い物に行ってるよ。うん。お買い物。そっか、困ったな。おお、困る。これはびっくりするね。え、ちょこんと出てきたキラちゃんだよ。ああ、ダメだよ、あんまりおよよ入ってきちゃ風なんだから、映したら大変。んー、キラちゃん、ユラちゃんも。ごめんね、そのスライドしたから出てくるの。迷惑だったかな。いや、いいけど、でもルルちゃん、ララちゃん初対面だよね、きっとね。イラちゃん、キラちゃんともね、とんでもない。でもあの、そのなんでお見舞いにと思って。おお、来てくれた。イラちゃんすごい体勢斜めだったね。あなたが風邪をひいたの、きっと私たちのせいだから。え、ほら、この前私たちが風邪気味だった時、はいはいはい、あったね。僕に移せばいいって言ってくれたでしょ。そうだ、言った言った。あそこのフラグがここに来てるのか。そんなこともあったっけ。私たちあの後すぐ元気になって、移してくれたんだね。じゃあね、今度はあなたがお休みしちゃって、キラちゃん、ユラちゃんが入に入ってたウイルスだと思うと気持ちがいいぐらいだね。だからきっと私たちが風邪を移しちゃったんだと思って。それで、なんだ、いいよ、そんなの気にしなくて。言ったよね、あの話は迷信、僕が風邪をひいて二人が乗ったことは関係ないよ。大体映るようなこともしてないしね。あははって、ないやらしいこと考えて。まだこの映るようなドスケベは本当に。あ、いや、ご本、まあともかくありがとう、キラちゃん、キラちゃん来てくれてありがとう。本当。おかげでほら、寝てなくちゃダメよ。大丈夫、ほんとずいぶん良くなったんだよ。だからベッドに座るぐらいは。なんだかかわいい。なん、どういうことだよ、弱ってる姿がってこと。パジャマ姿、あ、初めて見ちゃった。そういうことか。パジャマ姿、好きな人のパジャマ姿とかキュンとくるもんね。うわ、また熱が。そうだよ、上がっちゃうよね。お兄ちゃん、そうだよ、ルルちゃん、ララちゃんがいるんだよ今日は。これまた珍しい2ペア。ねえねえ、このお姉ちゃんたち誰なの。初遭遇だよ。お兄ちゃんのお友達。ほう、ああ、このお姉ちゃんたちは僕の大切な、大切な、あ、下手なこと言えないな。大切な、大切な、どうしよう、一触即発の予感。ここでシュラバンダルの怖いな。お兄ちゃんによく話は聞いてるから名前は知っているので、紹介が遅れちゃったね、うんうん、私たちなんて言うんだ。お兄ちゃんのクラスメイトで、あ、クラスメイトで、ね、桜月キラっていうの、うん、私は桜月ユラ、よろしくね。うん、うん、よろしくね。貴重な絡みだね、ルルちゃん、ララちゃんとキラちゃん、ユラちゃんの。それでお兄ちゃん、大切なのお続きは。そこ引っ張んのかい。そこは気にしないでくれよ、もう。なんだよ、お題が変わったと思ったのに。ルルちゃんに、ララちゃん、ね、うん、お兄ちゃんはね、私たちにとってとっても大切な、うん、極お友
友達なのよ。はあ、お友達って言ったか。お友達ルルちゃん、何そのリアクション。そうなの、だからルルちゃん、ララちゃん、仲良くしてね。なになにそれ、素晴らしいですね、素晴らしいですねって。香水の匂いかな。え、双子臭、双子臭たまらないね。もう今この2ペアの2組の双子臭がこの部屋の中には。あー、すごいな。うん、香水なんてつけてないよ。キラちゃん、ララちゃんだ。キラララ、うん、ってことはもうキラちゃん、ユラちゃんの、もしかしたら体臭ですか。カモミールかな。カモミール、カモミール、うん、お花の名前よ。とってもいい匂いがするの。なんか仲良さそうにしてるね。今いっぱい咲いてるの。このコンビはね。だからその匂いが服に移っちゃったのかもしれないね。うんうん、いっぱい。それってどのくらい？このくらい？このくらいって。もっと。もっといい。ほうほうほう。なんか、ここにあの、カオルゴちゃん、スミレゴちゃんが入ってくると、ちょっと怖い感じになるような気もするんだけど。ここ平和だわ。いいな、プロたちもお花を見たいな。単純だからね。はい。いいよ。手紙取ってるもんね。キラちゃん、ユラちゃんがね。遊びに来るって。いいの？そんなに仲良くなっちゃう？あ、お兄ちゃんと一緒にね。うまいこと使ったな、キラユラ。あ、キラユラじゃない、やルルちゃん、ララちゃんをねえ、二人を誘う手でお兄ちゃんも一緒に誘っちゃうっていう。あら、え、みやびさん、みやびさんがここに入ってくるとまたちょっと怖いな、これは。あ、うわ、珍しい。水ちょっと、はじめまして、お邪魔してます。私たち、はい、桜月、キラさん、ユラさんね。はい、もちろん聞いてるわよ。宮部さん、下手なこと言わないでくださいよ。たっぷりとね。下手なこと言うなよ。ちょっと宮部さん。あ、はい、分かってるわよ、お邪魔様。いやいやいや、ルルにな。なんかこの気使われる感じなんだろうな。仲良くなっちゃって。ららら、そんなにお姉ちゃんたち気に入っちゃったの？うん。お。なんだ、つまらないわ。つまらない？どういうこと？うわうわ、もうこの人はもうなんか本当怖いわ。修羅場望んでんだ。さぞかし壮絶な修羅場になってると思ったのに。うわうわ。期待して損しちゃった。何なんだよ、みやびさん。何を言ってるんですか、この人は。もう本当に冗談じゃないでしょう。ところで、桜月さんたち、玄関に置いてあったあれ。あ、そうでした。みやびさんはお見舞いにと思って持ってきたので。独走状態だな、なんか。一番危険人物だよ。よかったら皆様で召し上がってください。あら、皆様で。よくできた子たちだね、さすがお嬢様。そう、ありがとう。それじゃ、あなた具合はどう？うん、もうほとんどいいみたい。うん、じゃあここでいっか。待っててね、おやつを持ってきてあげる。はあ、わーい、わーい。おお、かわいい。おいしい。お、近いな。みんなで食べてんの？おお、美味しい。ルルちゃん、ララちゃんもいて。あら、こんなに美味しいケーキ食べたの、生まれて初めて。みやびさんもいるんだろうな。本当？よかった。ごちそうさま。ねえ、お姉ちゃん、トランプしよう。おお、トランプ。トランプ？うん、いいよ。やるやる。わーい。それじゃあ、ママから。
もうお見舞いを通してキラちゃんユラちゃんがひなぎく系の好感度アップっていうイベントなんだねこれね。あらゆるちゃん、そんなに力を入れたら取れないじゃないか。さてはこっちがバーバーか。違うもん違うもん。かわいいな。それはどうかな。それあ、ずるいなんちゃって。えげ、ババだ、引っかかった。なんだルルちゃん頭いいな。引っかかった。そっちがババでした。すごい、ちょっと策略家だな。くそ、抜かったな。わかった、さあ攻撃残るは僕とララだけ、一騎打ち。負けるもんか。グオー、やったー、負けたんかい。負けちゃったよ。クソ、やられた。今日も笑われてるな。ごめんね、キラちゃんたち、ついムキになっちゃって。ううん、とっても楽しそう、羨ましいなって思ってみていたよ。羨ましいなぁならいいけど、いいなぁ、こいつら何してんだって思われてたらあれだね。私たちもこんな風に遊んでくれるお兄ちゃん欲しかったなぁ。お兄ちゃん、いいでしょう。いいでしょう。自慢しちゃったよ。でもあげないよ。あら、ちょっとそんなこと言っちゃって。なんで所有物になっちゃってんの、レンタルお兄ちゃん。もうええー、じゃないって。ありがとう。あれ、うん、あ、はいはい、何でもないです。車が来た。五穀寺さんかな、お迎えが来たのかな。ねえユラちゃん、外で車の音がしたような。時間、五穀寺さんが来たんだ。桜月さんたち、お迎えが来たみたいよ。あ、はーい、すみません。いやでもよかったね、初めて家に来てもらって。うん、あー、いいのよ、そのままでお構いなく。なんかもう馴染んじゃったというか、仲良くなっちゃって。いいのよ、お見舞いありがとう。どうぞ。うん、すみません、それでは失礼します。夢のような空間だったね。早く俺まだ夢を見てるんじゃないかな。高熱でうなされてこんな夢を見てるんじゃないのかな。双子ドリームだわ。明日は学校で会えるといいね。そうだね、明日は学校行けるんじゃないのかな。ありがとうキラちゃんユラちゃん。大丈夫よきっと。さあ行きましょう。お送りしてくるね。ね、お姉ちゃんたちをね。お兄ちゃん。お姉ちゃん、いいなー、なんか。お大事に。バカっぽいわ。なんか、いやー、ありがとうございます。キラユラとルルララか。いい組み合わせだったね。うん、可能性を感じるわ。あ、これで お休みと思ったらまだ。私はそろそろ寝るけど。みやびさん。どう？大丈夫そう？いや、みやびさん、熱も引いたみたいだし、すっかり良くなったみたいです。そう、よかった。それじゃ、うん、何かあったら遠慮なく起こしてちょうだいね。いいんですか、そんなこと。おやすみ。おやすみなさい。いや、寝かせねえぞ、子供ができちゃうぜ。俺は何を言ってるんだろうね。春分の日に。いや、今リアルタイムでは春分の日なんです。申し訳ないです、休日なもんで変なテンションになってます。はい、今日はゆっくりね、はい、ゆっくり寝れそうだ。ちょっともう双子ズハイになってくるんですよ、ずっとやってると。何なんでしょうかね、この感覚はね。普通にこう一人でゲームしてる時とは違う、不思議な双子感覚でございます。じゃあ今日はこの辺でお休み、もう一日ぐらいやりましょうか。5月9日。
金曜日。今日は学校行けるんじゃないですかね。え、甘かった。なになに。うわあ、また分身しちゃって。あらら、35度だって。めっちゃ悪化してる。見事に悪化しちゃったわ。それじゃあ今日も学校はお休みね。あのトランプで張り切りすぎたんだよ。きっとそれで悪化しちゃったんだ。ああ、もう宮城さんが。何謝ってるの？うん、昨日はしゃぎすぎちゃっておとなしく寝てればこんなことには。下法下法、死んじゃうんじゃねえの、もうバッドエッドなんじゃねえの。いい、止めなかった私も悪いんだし。はあ、いやいや、まあどっちにしろ今日はお休みね。学校には私から連絡入れておくから。すいません。はい、今日も欠席。キラちゃんたちどうしてるかな。これ心配かけちゃうよね。完全に今日は行けると思ってた。今何時だろう。うわ、ぼやけてるな。薬のせいかな、やけにぼんやりする。今日はキラちゃんたち来ないのかな。来るわけないかって言ってたら、もしかしてん、お、もしかしちゃう。何ですかこれは。やっぱりまた双子ズハイ、双子ドラッグが決まってますね。双子ドラッグガン決まりですね、これは。キラちゃん、ぼんやりと。ゆらちゃん、夢か。そうだよな、そんなに毎日来てくれるはずが。おお、なんか今の演出かっこよかったね。ぼんやりから双子になっていくっていう。キラちゃん、ゆらちゃん、来てくれたんですね。寝てて。うん、今日こそゆっくり休んでもらわないと。はい、ありがとう。楽にしててね。いえ、どうやって入ったの。どう。ルルちゃん、ララちゃんは学校行ってるだろうしな。宮城さんいるのかな、家。ああ、朝よりずっと良くなったよ。大丈夫、今日もずっと寝てたし、明日は学校に行けると思う。それ昨日も行けたよな。よかった。そう言って悪化しちゃってるからな。双子熱が上がりすぎてるんだよ。ごめんね、心配かけちゃって。ううん、私たちこそ毎日来ちゃってごめんね。いやいやいや、毎日でも来てほしいぐらい。ゆっくり静養できるように来ないでおこうと思ったんだけど、うん、だけど今日も一日会えなかったから我慢できなくて。また熱が上がる、そんなこと言われたら。だからほんのちょっと顔を見るだけって思って来ちゃったの。来ちゃったか。早く良くなってね。おお、ありがとう、キラちゃん、ゆらちゃん。それじゃあ私たちこれで。え、これだけ。え、うん、また長居して疲れさせちゃったら悪いから。そんな、せっかく来たんだしゆっくりしていってよ。調子いいな。あ、ダメよ、寝てなくちゃ。フェイクスは本当にもうほとんど治ってるんだ。だからちょっと立ち上がるぐらいぐらいは。いや、ダメだ、言えてないもん。視界がぼやけて。ダメよ、横になってなくちゃ。うん、そうよ、無理しちゃダメだから。あら、暑いね。またこの BGM かかって、うわうわ、もう本当にこんな、ちょっと何、キラちゃんにほっぺた触ってもらって、ユラちゃんにはほっぺたを触らせてもらってる。うわー、何この贅沢。これはむしろ風邪ひいてよかったよ、こんな。おでこも熱いみたい。なんでそこでハートマークがつくのかわかんないけど、いやー、これは羨ましいな。前に言ってたよね。え、僕に移せばいいよって。おいおい、まさか。でも、もしそんなことができるんなら、ここで私たちに移せたらいいのにね。また刺激的なこと言って、この子は。そんなのダメだよ、これじゃあ今度はキラちゃんたちが学校に来られなくなっちゃうよ。うん、でもそれで元気になってくれるなら。献身的だ、かわいい。もし移って私たちが休んだら、うん、お見舞いに来てくれる。おう、もちろん、だけど。え、じゃあ移してもらっちゃおうか。始まっちゃえよ。だってあなたが苦しんでるのを見るの辛いんだもの。はあ、あなたがお見舞いに来てくれるなら
私たちも嬉しいし。すごいな、ほっぺを触りつつ。だからこれあれでね、キラちゃんが攻めでユラちゃんが受けってことなんじゃないの？はい。何を興奮してるんだ俺は。39度の熱があるからしょうがないよ。いや、どうすればって。おいおいおい、もっと近づけばいいのかな。寄せよ、おい。参ったな。マイお姉ちゃんじゃあるまいし、知っててやってるわけじゃないんだよな。マイお姉ちゃん。そうだね、アイちゃんマイちゃんだったら知っててやっちゃうよね。顔真っ赤よ。いや、もうこれどんどん熱上がっちゃうって。双子ウイルスが。早く冷やさないと。はあ、この BGM いいな。それじゃあ私たちさらさら。タン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 タタタン。うどん界からだよな。うどんそば界からこの BGM がおかしくなってきてんだよ。面白い。あ、ごめん、ちょっとうとうとしちゃって。おかゆの後に飲んだお薬のせいよ。それこそなんか入ってるんじゃないだろうな。そうだね。あ、そのまま横になってて。双子ロマンティックのテーマですね、この BGM は。私たち、お家の皆さんにご挨拶してくるね。お家の皆さん、はい。みやびさんしかいないんじゃない？ルルちゃん、ララちゃんももういるのかな？なんだろう、やけに眠い。薬のせいかな。いけない、もうすぐキレちゃんたち戻ってくるのに。ああ、だけど本当に、眠い。寝ちゃうのか。ああ、もう意識が。天に登っていくような BGM。 あれ、もう寝ちゃってる。うん、誰かの声。え、僕の額に触れている。あ、何このピンク、近い。どういうこと。そっか、これは夢。うん、きっとそうだ。温かい、なんて幸せな気分。いや、このままで、もう少しだけ。この幸せ者が、ちくしょう。え、なに、最後、額に、キラちゃん、イラちゃんがおでこ当ててて隠れたってことかいですか？これだってことですか？ああ、風邪ひいてよかった。それでは今回はここまででございます。いや、双子って、本当にいいもんですね。また次回。